ははいこんばんば、えー、本日この回はですね、えー、この自民党の裏金事件に関してですねじゃあこのね裏金事件と言われているですねその裏金ですね裏の金これはですね一体何のために必要なのかということをですね改めて考えてみたいんですねうんもう何と言ってもねこの金ですよねしかも裏の金これが何のために必要かということですよね うん、今ね、自民党では、ですねこの政治刷新会議、これが続いているわけですけども、まあ、その中でとにかくね、まずこの政治資金を透明化するということですね、それから、えー、この政治資金における、ですねこの会計責任者、それから政治家本人のこの連座性ですね、これはね、もう最低限、これだけはね、やってほしいですね。 最最低低限限ですね最低限そしてもう一つね、うん、これもね、あの話題になっているこの政策活動費ですね。この政策活動費ってのはね、前にじっくり説明しましたけども、えー、要するに、えー、これはね、えー、政治資金収支報告書にですね、記載する必要がないんですね。うん、これはね、政党の方から、 まあこれ野党も少しだけあるんだけども、もう主に自民党なんだけどもね、自民党の政策活動費ですね、これが議員にですね、ものすごい多額のね、活動費が来るんですよ。そしてそれについてですね、あの、そのどこに使ったか、その使徒ですね、その使徒について政治資金収支報告書に記載する必要がないんですよね。必要がない。ということはですよ、ね、 これは誰にも使徒がわからないわけじゃないですか。ね。そうすると、それって本当に政治活動に使ったのっていう疑問がまず浮かんでくるじゃないですか。ね。うん。えー、政治資金収支報告書にも記載する必要がないし、どこに記録する義務も何もないわけですよ。だったら、ね、そのお金ですね。 そのお金で何をしようとね、住宅を建てようとですよ。ね。愛人にその金を送ろうとですよ。そんなものは誰もチェックのしようがないじゃないですか。なんでそんなものが許されてるんですか。ね。これ現代国家でしょ、日本は。なんでそんなものが許されてるんですか、そんなものの存在が。ありえないじゃないですか。絶対ありえない話ですよ、この政策活動費ってのはね。うん。これは冗談じゃないですよ。これね、 存在はもう一切なくしちゃ、なくさなきゃダメですよ。こんなものは。ね。うん。これで自民党議員がですね、まさに10億円とかね、そういう金額を受けてるわけですよ。数億円ですよ。ね。どうですかこれ。こんな常識外れないじゃないですか。ね。この日本の国の正解ってのは、ね、特別なですね、 なんか人種の集まりですかね、これね。うん。なんでこんなことが許されてるんですか。ね。うん。しかも税金何もかかってないですよ、これ。ね。うん。なんでこんなことが許されてるんですか。ね。こういうことを一切やめてくれということですよ。ね。うん。で、これはね、今政治刷新会議ね、自民党で。もうそういう大層な名前でやってますけどね。うん。これね、 えー、このまま続くんじゃないかっていうね、何て言うかな、気が僕はしますよ。これをやめるにはね、自民党議員を全員入れ替えなければならないんじゃないかと、と思いますね。うん。それぐらいね、この政治刷新会議ってのはね、信用できないところなんですよね。うん。つまり、このね、政策活動費ですね、これもね、言ってみれば裏金なんですよ。ね。 表の金なんだけども、裏金になりうる金なんですよ。だって、人、えー、について、ねえー、収支報告書に記載する必要はないということは、どこにも記録が残ってない。その使い道についてですね。ということは、何に使ってもいいわけでしょそうすると、愛人に、ね、そのお金を送ってもいい、ねまあ。マンションを買ってもいい。ね あるいは誰かに有力者にそのお金を送ってもいい。ね。うん。つまり裏金なんですよ。まさに裏金なんですよ。つまり、堂々と表の金を裏金にしてるんですよ。こんなの絶対許されないじゃないですか。政策活動員なんて。ね。絶対に許されないですよ、これは。じゃあね。 この裏金ってのは一体何のためにあるんですか何のためにあるかね。うん。これもはっきりしてますよ。ね。これも何度も何度も説明してきましたけどね。例えば、ね、最も焦点になっている安倍派において、この裏金ってのは何に使われるかというと、はっきり言って、一言で言ってですよ。森吉郎さんに渡る金ですよ。ね。うん。森吉郎さんはまさにね、 えー、会長前としてですよ、ね、現役の議員でも何でもないのに、えー、そして、えー、安倍派のね安倍さん亡きやと会長をね決める権限があるみたいなですねそんなようなねそぶ、えー、りをしてますよ。ね。そうすると森さんに金を送るのがですね一番効率的じゃないですか、ね、安倍派会長になるのに。ね その問題なんですよ。本質は。今回の本、今回の問題の、今回の事件の本質はですね、そこなんですよ。ね。つまり、裏金をどうするかという問題なんですよ。ね。そしてね、この事件はね、まだ終わってませんよ。まだ終わってない。ね。うん、検察はね、森喜朗さんへの捜査、これは諦めてませんよ。ね。うん、これはまず最初に言っておきますね。うん。 そしてね、この裏金をめぐってね、うん、えーと、まずね、このニュースをね、紹介したいと思いますけども、これは ABC ニュースかな。えーとね、西村光年前経済産業大臣ですね。えー、この人が、えー、地元の兵庫、明石駅前でビラ配りをしたというね、ニュースですね、これね。うん。えーと、こういうことなんですよ。 自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる問題で安倍,派安倍派5人衆の一人西村光年前経済産業大臣が23日午前6時半ごろ地元である兵庫県明石市の明石駅前でパーティー収入の派閥側からのキックバックについて裏金は一切ありませんと書かれたビラを配りお騒がせしましたと市民に謝罪しました。ね、そして、 えー、ビラには他に還付やえ不記載を支持したり、了承したことはありません。とも書かれています。ということなんですよね。これね。西村光年さんね。このキックバックのね。お金金額ね。これ100万円というね。本人もそういう風うに言ってるんだけども、本当にそうなのかなっていうね。気もするんですよね。うん、これ、僕が得ていた情報と違うんですよね。 うん、でまあね、そのことはともかくね、これ確認しようがないんでね。うん、でもう一つはね、西村さんに関して言えば、えー、まさにですね、あのー、これはね、何度も何度も指摘しましたけど、西村さんが事務総長をやっていた時の2022年にですね、安倍さんが、ね、亡くなる前に <laughs>、このキックバック方式をやめようじゃないかと、ね、ということを言い出して、えー、そして、 えー、これをね、やめることに一回はなったわけですよ。ね。ところが、その後、安倍さんが亡くなって、で、これを復活したわけなんですよ。ね。その時の事務総長、誰だって言ったら、これ、西村さんなんですよ。ね。これね、えー、派閥のね、会計責任者、ね、えー、その責任になってますけども、これね、会計責任者の責任において、 そんなことできますかできますか僕は常識に問い、問いかけたいですよ。ね。事務総長以外誰が判断するんですかそんなこと。ね。うん。この、ね、派閥資金パーティーですね、えー。そのパーティー収入ですね。それについてキックバックさせる、させるお金をね、巨額のお金ですよ。それについてですよ。 会計責任者の一存でそんなことできますかできるわけないじゃないですか。ね。これ事務総長西村さんが、これはね、ね、まさにそれをはっきり言えば指示していた。それしかないじゃないですか。あるいは了承していた。ね。それなのに、えー、ビラに書いてるわけですよ、西村さんはね。官、え、府、ー、や不記載を指示したり了承したことはありません。ね。そんなことね。 一位事務方ができるわけないでしょう。ね。何考えてんだって話ですよ。ね。あまりにバカにするなっていう話じゃないですか。ね。うん。そしてこれについてもね、検察はね、全然刑事責任を問うことをしなかったということですよ。ね。うん。そういうことですよね。うん。ね。そしてもう一つはね、これ萩生田さんですよね。萩生田さん。これはね、 萩生田さんがね、えー、っと、明らかにね、してますけども、5年間で、えー、政治資金収支報告書にね、記載しなかった裏金の額が、合計2728万円だと、これ明らかにしたわけですよね。これもね、僕の情報と違うんだけども、ね。うん。だけど一応2728万円と言ってるわけですよ。もこれ本当かっていうことが一つと、 ね。それからもう一つは2728万円でしょね。で、刑事責任に問われた人はね、谷川さんとかね、4000万円じゃないですか。ね。4000万円と2700万円とどこがどう違うんだって話ですよ。同じじゃないですか、これ。結局は。ね。じゃあ、萩尾田さんの刑事責任に責任がなんで問われないんだっていうことですよ。おかしいじゃないですか、これ。ね。うーん。 おかしいですよそしてね萩生さんはね、えー、このねこの裏金のね使い道使徒ですね、えー、これについては主に2点だったと言ってるわけですよね。一つは国会議員や外国要人などとの会合費に使ったとそれからもう一つは、えー、と文部科学大臣や経済産業大臣政調会長時代に外遊した際の政務活動費だったと説明してると。 外遊した時にね外国なんかで使ったと言っているわけなんですよね、うん。これもねねこれねこれおかしいと思いませんだってこれはっきりしてるわけでしょ萩生田さんはこの使い道今はっきりね言いましたよね2つね国会議員や外国行事などとの会合費に使いましたとということは記録が残ってるわけでしょ もう一つは、文部科学大臣とか経済産業大臣、それが成長会長時代に外遊した時に使ったと。ということは、これも記録は残ってるわけでしょじゃあこの記録をね、あの、全部領収書を含めて、はっきり明示してくださいよ。明示してくださいよ。それが一つ。ね。それが一つですよ。ね。うん。それからもう一つは、はっきり、ね。 これは政治資金だったというふうに言ってるわけでしょ政治資金だったと。それじゃあなぜ政治資金収支報告書に記載しなかったんだっていう話じゃないですか。ね。うん。それ会計責任者のね、責任だと言うんだろうと思うけども、ね。うん。それは政治家として、それはね、えー、このこういうふうに使ったんですから、しかも大金ですからね。うん。 そのぐらいはですね、政治資金収支報告書、ね、目通せって話じゃないですか。そしてそれが記載されていないわけだから、おい、あの金どうしたんだよって話になるじゃないですか。そういうことでしょう。それはおかしいじゃないですか、言い訳としてあまりに。ね。うん、あまりにおかしいですよ、これはね、萩生田さんは。うん、ね。そしてもう一つはですね、これね、 えー、これこの前のね、まあこれ昨日かな、えー、説明しましたけども、説明しましたけどもね、これはですね、政治資金規正法上ですね、あのー、これ政治家はですよ、つまり公職の候補者の,の候補者はですね、政治活動に関して寄付を受けてはいけないんですよ。これは政治資金規正法の21条の2、ね、それから21条の2、えー、これでね、もう、まあ、はっきり書いてあるわけですよ。 ね。それに反した場合は、政治資金規制法、政治資金規正法の26条で、1年以下の禁庫、または50万円以下の罰金と書いたんですよ。そしてこの罰金を受けた者は、ね、えー、その裁判判決が確定した日から5年間、ですね、選挙出ることはできませんって書いてあるんですよ。ね。だったら萩生田さんこれ諸が当たってるじゃないですか。ね。 だって言ってるわけでしょえっ、ー、と、2700万円かな ?2728 万円。5年間でこれを受けたと言ってるわけでしょ受けたと。寄付を受けたと。ね。うん。ところがその寄付を受けてはいけないと考えてる、書かれてるんですよ。ね。うん。政党以外からはね。うん。えそしてこれは派閥から受けたわけじゃないですか。ね。これは明らかに政治資金規正法違反じゃないですか。ね。 うん、そこはどうするのかっていうことですよ。ね。そこはどうするのかっていうことですよ。ね。うん。そしてさらに言えばね。萩生田さんはこれ私ね。私の私的なところには使っていないって言ってんだけども。そういうふうに言ってるんだけども。ね。本当にそうなのかという問題と。もし私的に使っていたとしたらそれは政治資金じゃないんで。 これは完全な脱税になるということですよ。脱税にね。どっちかしかないんですよ、これはね。うん、今回は。政治資金規正法違反,違反か、あるいは脱税かという話なんですよ。ね。うん、これ昨日ね、あのー、説明しましたけども、えつまり検察はえ、この観点をですね、忘れちゃってるんですよ。ね、今回ね。うん。そういうもん、その問題がね、これちら検察の問題なんだけどもね、あるんですよね。 うん、そしてねこの検察の問題ということで言えばね、うん、一応ねこの安倍派ですね、えー、この立憲ね今回免れたんだけどもだけども、えー、これは当然だからね検察審査会にねこれは出るわけですよ。えー、これはテレ朝のね今日ニュースになってますけどもね、うんえー、自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で安倍派の幹部らが不起訴処分となったことを受けて 市民団体が検,査検察審査会に審査を申し立てることが分かりました。ということですね。うん、これ検察審査会に申し立てて、そして審査した結果ですね、起、え、訴、ー、相当、起訴すべきだという、えー、議決がね、出ますとですね、検察はもう一回捜査しなきゃいけないんですよ。再捜査しなきゃいけないんですよ。本当はどうだったのかと。ね。その時に、今の観点のこともですね、やっぱりね、これ、捜査すべきだと思いますよ。これはね。 そしてさらにそれでも不起訴となった場合はもう一回検察審査会が審査するとそしてもう一回起訴相当と出たらこれはもう強制起訴だということになるわけですよねなのでこれはねまだ最終結論は出ていないんですよ出ていない、ねうん、ということなんですよねだけどこれはねとにかくね検察がね、あのー、これ僕はねその検察内部における この力関係です、ねうん、えー、それをね説明してねあの解説しましたけどもえつまりねこれはですね起訴すべきと、ね、いうですねものは、えー、起訴すべきというふうに考えているのはこれは当然ながら実際に捜査、えー、した、えー、東京地検特捜部ですよね。そそしてその東京知見特捜部を 指導、指揮したですね、実質的に指揮した最高検察庁の刑事部長であるですね、森本博さん、パンチ森本さんですよね。うん。まあ、こういうふうに考えているわけなんだけども、まあ、そこでね、まあ、反対。そこに慎重姿勢。ね。まあ、要するに、要は反対してしたのは、これはね、東京高検検事長。ね。うん 東京高検検事長の梅本直美さんですよねんで、梅本さんというのは、これはね、あの、女性としては初めてのですね、検事総長になると。次期検事総長。これがね、非常にね、えー、ほぼ確定してるわけなんですよね。うん。だから、ここのところでね、うん、まずね、この力学ですね、検察内容の力学、力学をね、話しましたけどね。うん。話しましたけども、 おーこの梅本さんのね、ご主人というのが、これもね、何度も説明しましたけど、おこの検察のですね、この幹部だったんですよね。うん。梅本さんね、この梅本直美さんのね、えー、とはこの中央大学でね、1年違いなんだけども、えー、このね、ご主人の方は、とにかく今、検察を辞めてね、やめ兼弁護士になってんですよね。やめ兼弁護士。ね、えー。そうするとね、 こめけん弁護士ってのはね、あの、そういう、なんていうかな、えー、事件の発覚にね、発覚に恐れている人にとってはね、非常に頼もしい存在なんですよね。うん。なんといってもね、検察内部の情報は取れるかもしれないじゃないですか。もしその人をね、顧問弁護士に雇えばね。で、うまくすればね、なんか交渉してくれるかもしれないっていうね、えー、ことも考えますよね。うん。そうすると、 おこの梅本直美さんのねご主人ですね梅本剛さんという人なんですけどもねこの人はね、えー、まさにうってつけの人じゃないですか、ね、この検事総長がね、えー、女性初の検事総長で梅本直美さんという人がなればですよその人に交渉するのでする役で一番ね、えー、力があるのは、ね、その夫の梅本剛さんじゃないですかね、うんまあ、そういうようなことがありますよね それから何と言ってもね、情報が取れるじゃないですか。ね。うん。梅本直美さんね、これ検察情報全部入ってきますよ。当然だからね。うん。ね。そして今回ね、えー、この、<coughs> えー、岸田派ですね。岸田派の立件ね。うん。そのことについてもね、朝日新聞の報道の前に、岸田さんの耳に入ったのは、これ間違いなく法務省の方のね、法務大臣経由だと思いますよ。ね。 で法務大臣経由ということは、これ法務省のね、事務方からですからね。で、法務省は当然検察から連絡が来たわけですよ。で、検察から連絡が来たということは、当然これ、梅本さんを通過しているわけですよ。ね。梅本さんは森本さんのね、報告によって、そういう正規のルートでね、流しますのでね。うん。そういうふうに、まずすべて梅本さんを通すわけですよ。そうするとですよ、そのご主人である梅本剛さん、 これ、全ての情報に接するチャンスがあるということじゃないですか。ね。うん。24時間っていうかな。まあ、朝飯食ってる時とかね。まあ、昼飯食ってる時でもですね。休みの日でもね。うん。朝飯食いながらね。おいお前、そういえばあの事件どうな、どう、どうすんだよ、あれ。あれ、起訴すんのか、不起訴すんのか、どっちなんだよ。 あれはね、ちょっとね、なかなか筋が悪くてね、あれ多分ね、不起訴だよとか言ってね、<laughs> まあそんな会話するかどうか分かりませんけどね。うん、うん、まあ極端な話ですよ。ちょっと前は漫画チックに行ってみたんだけどね。うん。そうするとね、えー、これはね、梅本剛さんを雇っているですね、人はすごい助かるじゃないですか。例えばそれがね、森喜朗さんだったらどうでしょうかね。うん。検察はまだね、捜査諦めていない。ね。 うん。で、これで、うねもつよしさんをね、顧問弁護士に雇う。ね。うん。それで、森さんね、すごくね、えうねもつよしさんの情報を欲しがってる。ね。で、うねもつよしさんが、あれはさね、おいお前、そういえば、あの、森さんの件だけどさ、あれ、ちょっとここだけの話、あれどうなんだよ。<laughs> とか言ってね <laughs>。まあ、そんなようなことをね、考えられないわけじゃないじゃないですか。ね。まあ、これは極端な話をしてるわけだけどね。うん。ということは、 僕はね、あのー、何て言うかな、うーまずね、えー、梅本剛さんが、えー、森喜朗さんのね、えー、顧問弁護士なんかに就くことは絶対反対ですね。うんこれはっきり言って、ね前も言いましたけど、噂ではあるんですよ、噂では。噂レベルなんではっきりね、そうとは言わないんだけども、でもね、結構ね、信憑性の強いですね、あのー、筋からっていうかな、 うん、こう来てる噂なんですよねなので、うん、一概にね、えー、そんなことはないだろうというふうに言えないんですよね、うん。ということはですよ、非常にやばいって話じゃないですか。ね、だから僕はまずね、これ、売根本剛さんがもし森喜朗さんのね顧問弁護士なんかついた日にはですよ、もうこれね、国民はとってもですね、もう我慢できないと思いますよ。ふざけるなと。ね なので僕はもうとにかくね、もう今のうち力は大反対と言っておきます。ね。それからもう一つは、えー、これ、梅本剛さんがね、この弁護士やってるということでね、そうするとこの梅本直美さんを検事総長にしていいのかっていうね、判断がありますよね。僕これね、ちょっとね、危ない。うん、これ反対です。はっきり言って。反対。うん、反対です。うん。さっき言ったようにね、 朝飯ルートがあるじゃないですか。ね。そういうルートがあるってこと自体でもう反対ですよ。ね。それから今回、梅本直美さんが慎重であったというね、この安倍派の5人衆をはじめとしてね、安倍派の立憲についてね、僕はそれでね、ちょっと姿勢がね、ちょっと問題だなと僕は思うんですよね。姿勢が問題。ね。うん。これはちょっとありえないんじゃないかなと思うんですよね。うん。 だってね、えー、さっき言ったように西村さんなんか西村光年さんなんかもろじゃないですか。ね。もろ。ね。うん。それからね。あのー、萩生田光一さんとかね。これももろじゃないですか。ね。政治資金規正法違反もろじゃないですか。なんで立件しないんですかこれ。ね。うん。なんでですかね。うん。有力政治家だからですか。そんなことね。現代国家であるんですかそんな。ね、うん。冗談じゃないよって話じゃないですか。 ねうん、でね、このテレビ朝日のね、この解説者で、玉川徹さんですね、これ、羽鳥慎一モーニングショーですね、えー。その玉川さんはですね、これね、やっぱり怒ってるわけですよね。うん、怒ってる。ね。そしてもう検察はね、信じられないと。うん、というふうなことをね、まあ、おっしゃってるわけですよ。ね、その気持ちがね、よくわかりますよ。よくわかる。ね。うん。 これはは本本当当ににね、ね、ね。検察は、ね、本当によく考えたうがいいいと思います、ねうん、それとねもう一つはね今ちょっと話題をね、えー、これまき散らしているのはこの谷川弥一議員ですね、えー、つまりね君頭悪いねーの谷川弥一議員ですねこの人がねあのー、えー、っとこれ議員をね議員辞職願いを出したんですよね、うん、議員辞職願いを出して そして地元の長崎県でですね記者会見を開いたんですよ。ね、でそれがまたね一つ話題になってるんですよね、うん。話題になってる。どういうことかというとねまずね喋ってることですね。この多額のこれ今日刊現代のね記事を見てるんだけど多額のパーティー券を売った動機に動機についてねそれは、えー、力をつけたかった。大臣並みの金を集めてやろうと。金を集める力は。 偉くなるのに必要だと思った。勘違いしていた。と打ち明けた。と言ってるんですよね。うん。そしてね、何を聞かれても、俺が悪いんだよ。すいません。とかね。<laughs> 平誤りなんだけどもね。ただね、僕もこれテレビで見ましたけどね、<laughs> すいませんという言い方もね、怒ってるんですよね。すいません。すいません。みたいな。<laughs> ね。 もう、うん、俺に声かけるなよ、みたいなね、えー、ことをね、やってるんですよ。ねうん、そしてね、こう書いたんですよね。説明責任を求められると、これ以上責任を取れって言うなら、家に帰って死ぬしかないよ、っていう逆に <laughs> そう、そこまで誰も言ってないでしょっていう話ですよね。うん、でね、日刊現代面白い表現してんだけども、怒りながら謝る、鎮ゲーと、 開き直った、治った態度は反省ゼロだが、えー、自らの責任を認めただけ、安倍派幹部たちのえ秘,書に秘書に任せていたとの弁明に比べれば、よっぽど潔いっていうね、ことなんだけどね。まあ、潔いといえば潔いんだけどね、この怒りながら謝る陳芸というふうに書いてあるんだけどね、<laughs> 怒りながら謝る、ね、怒りながら、すいません、すいません、<laughs> っていうね、これなんかね、かつて、竹中直人がね、 怒りながらスキップする人っていうね、<laughs> そういう芸をしてね、本当にこの笑いましたけどもね、うん、それに近い話ですよね、うん。怒りながら謝るっていうね、怒りながらスキップするっていうね、<laughs> それと同じようなね、ことですよね。うんねうん、でね、このね、谷川さんのね、<laughs> えー、この会見についてですね、ねえー、これ、ね、ね「昼帯」のね、TBS のね、「昼帯」、僕も今日見ていたんですけどもね、それでこの司会者のね、めぐみとしあきさんですね、これ、スポニチの記事にね、えー、書いてあるんだけども、えー、裏金釈明、裏金釈明会見で逆ギレの谷川弥一議員に、昭和の時代によく似た景色と呆れ顔っていうね、記事出してるんですよね、スポニチがね。うん ね、そしてこれでねスポニチの記事はこう書いてあるんですよねえー、っと、えー「昨年12月報道陣の取材に応じた際質問を繰り返す記者に頭が悪いねと発言したことには配慮が足りませんでした」と述べただが記者からの質問が重なるにつれそっちで判断して「もうやめてきたんだから」などと声を荒げる場面もたびたびあった、ね。ということでね えー、めぐみは、えー、谷川氏の会見を振り返りこの会見からいろんなことが行間からにじみ出てくるんですよとあきれ笑いを浮かべた「えーえー、はいはいはいすいませんすいませんすいません」と最後は逆ギレ状態だったこともありめぐみは昭和の時代によく似た景色「すいません」って謝ってない「はい」は参加言うと先生に怒られましたよね。 と皮肉をを込めて会見の中身を判断したあ批判したたとというねことでねこでだね、これね、僕ここでちょっと一言言いたいのは、これ僕もね、今日の昼帯をね、えー、見たんですけどもね、うんだけどもね、これね、この谷川さんの言葉ね、これ結構ね、重要なところがあるんですよ。ね、それについて、このみんなね、えー、ことの本質をね、理解していなかったですね。 うん、このね、うん、谷川さんのね言葉の中にね隠された本質があったんだけどもその時出ていたですね専門家ジャーナリストですねこれ一人も理解していなかったですよ。ね、も,うもちろん恵さんもね理解するね、あのー、チャンスなんか全然ないわけなんだけどもねでこれどういうことかというとですね谷川さんはねこういうことを言ってるわけですよね。つまり、えー、多額のねパーティー券 これをね、売った動機についてですね、力をつけたかった。大臣並みの金を集めてやろうと。金を集める力は偉くなるのに必要だと思った。勘違いしていた。というふうに打ち明けてるんですよ。ね。この発言実は重要なんですよ。で今回の事件の本質はね、一体何かということなんですよね。 これはあの何度もね何度か説明したんですけども要するに裏金なんですよ裏金ねこのパーティー券収入ですねそれを裏金としてもらうということですよ何のためにその裏金が必要なのかということですよねこれは、えー、5人衆ねさっきも説明しましたけど、ね、5人衆として ね、会長候補ですね。安倍派の会長候補として、候補として残るためには、まず森喜朗さんに選んでもらわなければならないということなんですよ。これはまあ、不分率としてね。うん。で、これはね、この5人衆にしては、してみればですよ。安倍さんのようなね、343光はないわけですよ。7×7×7 イコール343光ね。 うん、安倍さんの場合はね岸信介というおじいさんがいて佐藤栄作という大伯父がいてえそれからえ自分の父親はえ安倍晋太郎であったというね 7×7×7343、ね、光ねそういう人がね5人にはいないなんですよ。ねまあ、それに近い人はいますよ世耕さんのようにね近い人はいるけども、まあ、世耕さんの言うとまあ大したことないですよはっきり言ってね。うん で、それでね、そういう時に、そういう人たちは、じゃあ一体どうすれば、ね、さらに上に行けるんだと、安倍派の会長になれるんだと言ったら、これは金しかないんですよ。ね。はっきり言って、裏金を有力者に回すしかないんですよ。で、有力者は誰かと言った場合に、もうこの、今の安倍派の中では、ただ一人なんですよ。森吉郎さんなんですよ。ね。うん。 でね、この裏金何に使うかということで言えば、これ田中牧子さんが説明してくれたように、地盤培養行為ですね。えつまり自分のね、小選挙区、そこで勝つ、勝ち続けるために、地方議員に対して金をばらまく。ね。それがとにかく裏金じゃなきゃまずいわけですよ。ね。うん。で、もちろんそれだけじゃなくって、ね。えー、森さんに金をやって、 派閥の中で出世していかなくちゃいけないということですよ。そしてその終局に総理総裁の椅子が待ってるということなんですよで。そこまで行くには出世が必要だと。ね。うん。で、出世するためには有力者に金を配らなければいけない。つまり買収ですよ。買収。それが派閥だということですよ。ね。それが派閥なんですよ。 だから谷川さんが言ってるように力をつけたかった。大臣並みの金を集めてやろうとしたと。ね。金を集める力は偉くなるのに必要だと思った。勘違いしていた。この勘違いしていたっての最後に取ってつけたような言葉でこれは重要性ないですよ。ね。要するに谷川さんは大臣になりたかったんですよ。ね。うん、まあこの人は失踪ないと思いますけどね。だけどなるには金だと。 これもちろん常識として分かってたわけですよ。ねうん、なのでこの言葉がね非常に重要なんですよ。非常に重要。ねうんね、で今回、ね、これ何度か説明しましたけど実を言えば東京地検特捜部はそこを狙っていたんですよ。そこを狙っていた。ねうん、なのでこれはですね特捜部は実はまだ諦めてないんですよ。ね 森喜朗さんが最終の、最終の本命なんですよ。捜査のね。うん。で、森さんもそれは分かってるんですよ。なので、今、老人ホームにね、入っちゃってですよ、うん。うん。やってるわけですよ。で、森さんはもちろん、そうやって、上納されたお金ですね。それは、えー、税務申告なんか当然してないわけですよ。ね。裏金から来たわけですから。 なので、それは完全な脱税になるんですよ。で、検察はまだこの件は狙ってるんですよ。僕の情報では狙ってるということですよ。ね。そして、このことにですね、今日も見てましたけどね、悲しいことに、昼帯の皆さんは誰一人理解してないんですよ。このことに気がついていない。ね。だから、この谷川さんの言葉の中に、重大なヒントがね、あるのに見失ってるんですよ。 ね、つまり偉くなるのに裏金が必要だったと。ね、大臣になるのに必要だったと、ね。大臣並みに集めてやるぞと俺は思っていたと。ね、こ,こんな分かりやすいヒントないじゃないですか。ねあね、でそれについてね、この番組ミスターのね、えー、この何て言うかな、専門家もですよ、ジャーナリスト。ジャーナリストってのはね、えー、これ何してしうかな、星さんですね。 えー、星さん星、えー、星さんっていうね、これ、同じ朝日新聞のね、あの政治部出身の人ですけどもね、うん、その星さんもね、全然気が付いてなかったですね,れね、うん、ね。星さんに悪い悪いんだけども、これではね、テレビはね、ますます見られなくなっていきますよ。ね、そういう解説もで,、ま、できないっていうかな、解説がないんじゃね。うん、これではね、我々ネット、YouTube じゃジャーナリストには勝てないんですね。 勝てないんですよねいまいちっていうかな深さがないんですよ深さがねいまいち深くないと真相が見えないんですよそしてその深さ真相ですね深い部分から見るとねこれ谷川さんの言葉ってのはまあ昭和だなとかねそういうバカにするね話ばかりじゃなくて真実が含まれてるんですよつまり 出世するには、大臣まで出世するには、裏金がたんまり必要だったと言った、必要なんだということですよ。ね。そのことを見抜かなきゃいけないんですよ。そして、今回のこの捜査ですね、これも本質はそこにあるんですよ。ね。つまり、五人衆が誰にいくら送ったのか、これは森吉郎さんに送ったということなんですよ。そして、森吉郎さんは、 そのお金についいてて申告していないなのでこれは脱税だということですよ。そしてその捜査は実はまだ続いてるんですよ。続いてる。ね。そういう話なんですよ。ね。なので、ね、そういう真相を知りたい。ね。という人は、ね。テレビ、昼帯なんか見るより、YouTube のひと月き万冊見ていた方が、ずっとはるかに早く、しかも、 はるかに深い部分まで知ることができると。ということなんですよ。ね。うん。ということで、今やね、まあ、YouTube の時代であると。ということが言えるんですよね。うん。ね。そして、さらにね、検察審査会もあるということですね、今後ね。そして、ね。さらにさらに深いところを言えばですよ。検察は実は、別のもっと深い事件を狙ってるんですよ、これが。 で今回のこともその事件の捜査に役立つ情報、これを集めるためにね今の捜査もねこれやっていたわけなんですよね。まあ、こんなことはねあのテレビのね解説の方がもうね口が裂けても言わないし、ね口が裂ける前にこんなこと知らないしね、うん、<laughs> というような次第なんですね。 ということで、またこれがね、言えるような段階になったらね、また、あのー、まあ、すぐにね、言わせていただきますけどもね。まあ、というわけでね、えー、この本日の2本目はですね、えー、この辺で終わりたいと思います。最後にですね、えー、CM タイムいただきましてですね、これはコロナ日本国書ですね。これコロナ対策、感染症対策って、ね、非常に重要なんですよ。ね、アジアに位置する、ね、中国の隣のアジアに位置する日本にとって、 感染症対策って非常に重要なんですよ、ね、だけども自民党政権の下では、えー、これはね科学的な知見に基づいた対策ではなくて理見に基づいた対策になってしまってるんですよね。なのでこれ失敗せざるを得ないんですよ。ね。これね深くねこのもね構造を知る必要があるんですよ。ね。そのことについて書いた本なんですね。是、え、非、ー、ね読んでいただきたいなと思います。 それから原発と日本列島ですね。これはね、今、能登半島地震すごい大変じゃないですか。海底が4メートル隆起してるんですよ。そこにね、原子力発電所があったらもう大変なことになるじゃないですか。ね。そしてね、この日本のこの地質についてですね、人生をかけてね、ずっと調べてきたね、人がいるんですね。土井和美さんなんですよね。この能登半島をはじめですね、ずっと調べてきた。ね。そしてね、 えー、同年動力炉核燃料事業団に30年間、ね、勤務されていたということで日本全国の,、ね、この地質、ねえー、それが原子力発電所に向いているかどうかっていうのをもう本当によく知ってるんですよ。ね、でその同意さんがこの生涯をかけた結論は日本列島に原子力発電所を作ってはいけないということなんですよねね、うん、そのこと、ねえー、ことれはね。 えー、その意味ですごく注目されている本なんですけども、ぜひですね、買って読んでいただきたいなと思います。それからですね、うん、ジュリー・アンドリュース授与でですね、これはねあの、国際的なミュージカルスターであるジュリー・アンドリュースがですね、えー、これはね、イギリス年月会であるとか、アメリカ年月会ね、えー、その人間模様であるとか、あるいはジュリー・アンドリュース自身のラブロマンスであるとかですね、 それがね、嘘偽りなく温かい視点でね書かれていますので本を読む楽しみがね、非常によく味わえるんですね、えー、ぜひですね時には肩の力を抜いて、えー、読書の楽しみを味わっていただきたいと,と思うんですねでそしてこれがね僕が関係させてもらっている5月初亡新社の新刊なんですけども今日本全国地方の方ではですね、えー、本屋さんがあ少なくなってしまったとで本を直接買えないとか あるいは Amazon でも本を買ったこと、買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5月予防審査に直接ファックスなり電話なりしてきてください。郵便振込であるとか銀行振込で対応いたしますので、えー、そしてね、5月予防審査のファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、ぜひですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。まあ、ということですので、本日この回ですね、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。